帯広市役所からのご案内です。まず、がん予防道民大会開催のお知らせです。道民に対し、がんに対する正しい知識の普及を図ることを目的として、毎年道内の市町村で開催している第50回がん予防道民大会が開催されます。今年は記念すべき50回大会を帯広で開催することとなりました。当日は特別講演として、公益財団法人日本対がん協会会長柿添氏を講師に、人はがんとどう向き合うかと題した講演と、タレント原千秋さんを講師に、大切にしたい自分の体、2度の子宮がんを経験してと題した講演を行います。帯広市において、がんは死亡原因の第1位を占めているため、がん予防に対する正しい知識とがん検診の重要性について学び、自分の健康を守るきっかけにしてください。日時は10月12日金曜日午後0時45分から午後3時50分までです。会場は市民文化ホールです。事前予約は必要ありませんので、直接会場へお越しください。詳しくは健康推進課電話 25-9721 へお問い合わせください。続いて、子どもと文化を楽しむ市民の会、高橋さんからのお話です。親と子のふれあいコンサート、南の風コンサートと西の風コンサートのお知らせです。乳幼児がいるご家庭でも気軽にコンサートを楽しんでもらおうと、子どもと文化を楽しむ市民の会が子育て応援事業所の協力を得て企画運営し、小中学生や高校生、子育て応援ボランティアが出演してコンサートを開催します。南の風コンサートは10月27日土曜日午前9時30分開場、午前10時開演です。会場は帯広北高校体育館です。出演団体は帯広北高吹奏楽部とチアリーディング部、トカチッコストリングオーケストラ、グルービン、シャウト&インプレスです。西の風コンサートは11月3日土曜日午前9時30分開場、午前10時開演です。会場は清涼中学校体育館です。出演団体は清涼中学校吹奏楽部と吹奏楽団ポコアポコ、帯広南商業高校バトントワラー部、帯広大谷短大人形劇サークルアリンコ、ムラムラムラーズです。小さなお子さんが一緒に体を動かしたり歌ったりしながら楽しめる約1時間のコンサートです。なお、ご来場の際は上履きをご持参ください。入場は無料ですが、整理券が必要です。整理券は市内の地域子育て支援センター、保育所、保育園、市役所、保健福祉センター、図書館などで配布しています。皆様のご来場をお待ちしています。お問い合わせ先は帯広市子育て支援課、電話番号は 25-9700 です。最後に、ぶらり帯広文化財巡り、十勝鉄道蒸気機関車の車内公開のご案内です。10月14日日曜日にぶらり帯広文化財巡りと十勝鉄道蒸気機関車の車内公開を開催します。ぶらり帯広文化財巡りは、市内の文化財や昭和から平成にかけて変遷した街並みを学芸員の解説付きで散策します。時間は午前10時から正午までです。参加費用は100円です。場所は100年記念館です。申し込みは文化課へ。十勝鉄道蒸気機関車の車内公開は、都鉄砲通りにある市の指定文化財十勝鉄道蒸気機関車4号および客車コハ23号の車内公開を行います。時間は午前10時から午後3時までです。申し込みは不要です。ぜひお立ち寄りください。詳しくは文化課電話 65-4209 へお問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。